スカイダイビング中のインストラクターの裏切り。あ、どうも、斉藤くんです。くしゃみ。ちょっと一個ね、今後継続してやっていこうかなって思うようなシリーズを今回ちょっと思いついたというか、やりたいなと。そうなの！日本一シリーズ！で、年会しゃっくり。しゃっくりじゃねえや、くしゃみだ。それでね、ツバめっちゃツバ。めっちゃツバ。ツバがすごい。日本のツバ分泌量ナンバーワン、俺。日本一高い何々を紹介していくコーナー。日本一シリーズってことで始めていこうと思います。嘘偽りなく本当にレビューしていこうと思います。本当に盛らない。もう一切盛らない。もう正直に言うから。その日本一シリーズ、今回第1弾ってことで、こちら。ハウスオブフレーバーズのチーズケーキ買ってきました。結構でかいですよね。まあこれ一応ホールケーキみたいな感じで結構でかめなやつなんですけど、なんと1万5000円です。はい、頑張れば手で届くでしょね。ちょっと頑張って自分のご褒美に買おうみたいなぐらいだったら手届くでしょ。結構重たいっすよ。結構重たいっすよ。うん、はい、まずこのピロピロ見てください。この箱白い。よいしょい。もう丸見えですよ。お手紙も入ってましたね。お客様へ、マジ買ってくれてありがとう。サンキュー。見えますか？真っ白。まあチーズケーキだからね。高いな、1万5000円は。それにしても。お、待って、これ銀の入ってるのが、なんか銀のなんか重たいやつ。これ本格的じゃん、マジで。うわ、なんかベチョっとした。めちゃくちゃ漏れとるやないかい。なんか液体みたいなの。あ、めっちゃいい匂い、この漏れた液体。はい。うわ、すごいツヤ感が、漏れた液体の匂い。あははあ。普通にこっから切ればいいのかな。切っちゃうよ俺。中切っちゃうよ。あ、すごい透明。骨ではないや。なんて言うんだろう、このむゆっていく。こんな感じでちょっと、あの、とりあえずこうそれっぽく切ってみますか。言ってもこれどうやって取ればいいの。取れんの、これ。こんな感じ取れんの。ぐっちゃぐちゃやないかい。あ、これ開けられたの、ここ。開くじゃん。マジバカ俺。もうバカ。ぐちゃぐちゃやね。まさかね、開くと思わなかったよね。手紙を最初に読むべきだったね。手紙なんていいとか思ったけど、手紙ほんと大事。いやでもこれめちゃくちゃうまそうだよ、実際。ベイクドもいいよね、この下のベイクド感。たまんないね、このベイクド感。いただきます。うまい。とんでもないこのうまさ。やばいな、これ。マジでうまいわ。やばいわ、これ。いや、ほんとにうめえ。どうしよう。めっちゃうまく切れた。めっちゃうまくいけた。めっちゃうまくいった。めっちゃうまくいった、これ。これはこれこんな感じで層になってます。3段の層になってるので、これ色が若干違うんですよね。何チーズかわからないんですけど、これチーズ多分違う種類だよね。多分白、真ん中のなんか肌色っぽいの、下の黄ばんでるやつ。めっちゃチーズ。とびっきりチーズだわ。コブルチーズ。甘さが三段階になってる。三段階になっている。あの、一番上のチーズが少し酸っぱめなの。で、真ん中が少し甘くなってて、一番下がめちゃくちゃ甘いの。ただ、なんで俺こんなに大人数分買っちゃったんだろう。これよりギュッとちっちゃくなったやつがあるんだけど、それが大体7000、8000円ぐらいなんですよ。そっちにすればよかったわ。タイルカズポイント。プシュー。9億5800万点。もう一回ご紹介します。こちらのハウスオブフレーバーズのチーズケーキはネットで一応注文できます。一応まあ興味ある方のためにリンク貼っておきますんで、気になる方は飛んでみてください。あのちっちゃい、さっきも言ったけど、そのちっちゃいやつで7、8000円ぐらいの半額ぐらいのやつもあったりするんで、ぜひぜひ食べてみてください。とっても美味しかったです。はい、これクソまずいんだけど。まあでもこっち200円だし、これから買うのはこっちだけどね。めちゃめちゃうまいわ、ほんとに。いや、これほんとにめちゃめちゃうまいわ、これ。やば、飽きるな、これ。